高天ヶ原の審判の後、私は狭間に閉じ込められた。時が止まったような場所で退屈な毎日を過ごしている。狭間と呼ばれるアマテラスの牢獄は光が届かぬ闇の中にあると人々は想像しているようだが、それは思い違いだ。日の光は届かない。しかし時折月の光はこの忌まわし地に降り注ぎ、葬られた無数の秘密を照らす。狭間の入り口で敵が私を見張っている。いや、ある意味で彼は私の仲間だ。私が逃げないようにと高天ヶ原が彼を差し使わしたのだ。神母獣という名の彼は凄まじい力を持っていようと果てしない孤独には耐えられなかった。それから千年もの時が経った。屍で埋め尽くされていた狭間の入り口はいつしか桜が咲くようになっていた。むくろに根付いた桜の木から花びらが一枚ひらひらと神保獣の頭に落ちた。闇に溶け込んでいた獣は花びらを振り落とし、再び眠りにつこうとした。一瞬だが獣の瞳に憧れの色が見えた。獣の気を引こうと私は語り始めた。この世に変わらぬものなど存在しない。人々は秩序ある世界を称えているが、世界は混沌から始まったのだ。興味がないのだろうか、今宵も神保獣に見向きもされなかった。だが私はあえて続けた。源家は代々狭間の番人を司ってきた。だが代を経るにつれ衰退していった。狭間は静かだから彼らの企みはすべて筒抜けだった。あやかしや鬼退治の話をしているうちに、いつの間にか権力争いをするようになっていった。混沌とした時代には秩序を求めていたはずなのに、その秩序を己自身の手で壊そうとするとは人間は一体いつになったら己の欲と向き合うのだろう。神保獣は依然黙ったままだった。そうだった、人間が己の欲に向き合えないのはお前の主のおかげだったな。神保獣は背を向け耳を塞いだ。これ以上話を聞く気はないとでも言うかのように。だが私にはわかる。獣は先刻よりも注意深く私の言葉を聞いているのだ。ああ、面白いことを思い出した。お前の主、スサノオと一つ賭けをしたことがあった。神保獣は耳を立て、悠々と口を開いた。弱い犬ほどよく吠えるって聞いたことがあるか。てめえの話は信じないが、このことわざは信じていいみたいだな。忘れたわけじゃないだろう。六悪人が高天ヶ原に敗れた後、私はあえて戦わなかった。アマテラスは公正無私であるという話だったから、斬新上でそれを確かめたかったのだ。すべては
形骸化した秩序を深く知り、破壊するためだった。だが、パカーマガハラの神々に思い違いをされてしまったとは。まあ、スサノオがパカーマガハラを半分破壊してくれたことに免じて、よしとしよう。お前の主、スサノオと一つ賭けをした。彼の掟に基づいて、タカーマガハラの正義とやらを覆せるかどうかとね。しかし、会って間もない私のことを、彼は信じてくれなかった。実に残念だった。スサノオはアマテラスに代わり、一人で六悪人を倒した。その強さを目にしたとき、彼を類まれな盲信的な信奉者だと思い込んでしまった。彼を手に入れるために、沈獄までおびき寄せたのだが、足音が近づいてきた。タカーマガハラの処刑者が来てくれたようだ。処刑を控えている罪人が俺に会いたがっていると聞いたが。スサノオよ、悪人を倒したお前は神々に勇ましさを称えられた。アマテラスにも忠誠心を称賛されたのだろう。だが彼らのことも、豪華絢爛な宮殿も、お前は捨てて、屍まみれの深獄にやってきた。所詮、お前は私と同類なんだ。私たちは、悪に染まっている。俺が求めているものが正義ではなく、殺戮だとでも言いたいのか。私は話を続けた。生きとし生ける者は皆、アマテラスを崇め、悪人を厭う。しかし、忌み嫌われている悪人こそが、アマテラスの分身だ。アマテラスは人間に愛を与えた。だが、人間は愛のために何をしたと思う？欲望のまま行動し、略奪を繰り返した。彼らは、数えきれないほどの罪を犯した。アマテラスの掟のもとでね、悪を切り捨てたアマテラスは、純然たる正義の象徴と言えるのだろうか。この世界は偽善で溢れている。誰もが罪人だ。お前の処刑は永遠に終わらない。生を受けた以上、罪から逃れられる者はいない。では、なぜ全ての罪人を捕らえようとしない？慈悲深き神が許しを与えたからだ。ではなぜ私は許されなかったのだ？貴様の罪はあまりに重い。スサノオよ、殺しが罪になるならば、お前は私よりも重い罪を背負っているのではないか？邪神ごときが正義と悪の何がわかる？私は慈悲深い。故に、人間を正義や悪で定義することはない。アマテラスの掟とは違い、私は、愚かなまでの正義への執着でも、欲にまみれた邪念でも、すべてを許す。私が作る新たな世界では、
欲する自由こそが世界の源となる。私を新たな主としてはどうだ。お前は殺戮によって迷うことはなくなる。正義の奴隷となるのではなく、悪として共に世界に君臨しようではないか。さすれば全ての罪人の命をお前に委ねるとしよう。邪神、俺が殺すことに罪悪感を抱いていると思ったら大間違いだ。スサノオは一切の動揺を見せず背を向けた。はぁ、盲信的な信奉者は手に入らなかったが、一つ面白い秘密を知った。一つ賭けをしないか。私がお前の正義に基づいて世の断りを審判し、高天ヶ原が守ってきた秩序を崩壊させてみせよう。スサノオは足を止めた。面白い。何をかける。審判の日にお前が自ら邪悪の信奉者になることだ。約束は守る。アマテラスが私を審判したとき、私はすでに神国でスサノオを掌握し処刑者となっていた。雨の幅切りが私の手に渡したと気づいたとき、神々はさぞ驚いたことだろう。しかし時すでに遅し、私は雨の幅切りで斬新状を破壊し神々をなぎ払った。高天ヶ原は真っ二つになった。あまたの神々は神格を破壊され人の世に落ちた。アマテラスはただ全てを見ていることしかできなかった。世界は光を失い闇に覆われた。人間は皆罪人となった。大地から雲の上から私の勝利を祝う声が聞こえた。枷から解放されることを彼らは待ち望んでいたのだ。しかし鋭い刃でアマテラスを貫こうとした寸前、スサノオが私の前に立ちはだかった。信心深い信奉者は予想以上の力を発揮できるものだ。私は信心を甘く見ていた。人間は愛を掲げれば罪を免れると思っているらしい。しかし愛と罪を作った張本人アマテラスは一度たりともそれを認めたことはない。神保獣よ、お前は考えたことはないか。あの日以来高天ヶ原はどうなっているのか、三騎士はどこにいるのか、そしてお前のことをまだ覚えているのかどうか。狭間の入り口は狭い。月の光は差しても月そのものは見えなかった。これだけの時を経て月は昔と変わらないと言えるのだろうか。
昔と少し姿が変わったところで関係ない。この調子だと私はどこへも行けず、封印を守り続けるしかない。私は軽く笑った。封印がとうに解けていたとしてもか。神保獣は耳をそば立てた。そして瞬時に飛び上がると私を睨んだ。てめえなんて言った。最高に美しい罪の世界を作れるよう、私は一瞬たりとも高天ヶ原の転覆を諦めたことはなかった。狭間に囚われながらも着々と計画を進めていた。源家は衰退すればするほど強欲になっていった。生贄として犠牲になった巫女の力でついに狭間の封印が解かれた。今や私を閉じ込めているのは封印ではない、この体を貫いている雨の幅切りだ。審判を再開すれば神器は目覚めるのだろう。そして今度は私が審判する番だ。蛇たちが平安京と鈴鹿山から霊力を吸い上げてくれたおかげで私の力は戻った。スサノオの神格に劣らぬ強い処刑者を見つけることはたやすいことではなかったが、天人の王との取引で目星がついた。どうしても見つからないのは私よりも重い罪を背負った罪人だ。この牢獄を脱するまであと一歩だ。神保獣は鋭い眼差しで私を見つめた。あと一歩のところなら、なんで私に教えるんだ。その一歩がお前だからだよ。私を殺すってのか。殺す？まさか。お前は千年もの間私と共に過ごしてきた。私にも情が湧いたのだ。お前を殺すわけがないだろう。私はお前の願いを叶えたいだけだ。ずっと欲しがっていたものをお前に与えよう。神保獣よ、お前は月の光や人の世、そして黒曜山の桜を恋しく思っている。お前が望んでいるものは、そう、私と同じ自由だ。約束しよう、お前も私も明日自由を手に入れるのだ。昼と夜が交錯する大間が解き、雲間から差し込む夕日はまるで松明のように輝き、月に愛を語っているようだった。狭間を離れて数年、ついに賭けの結果が明らかになる時が来た。審判の前夜、私は黒曜山に行った。三毛猫が一匹桜の木の下でぐっすりと眠っている。その頭に花びらが一枚落ちたが、猫は目を覚ますことなく、ただ耳を小さく震わせただけだった。
神の子羊よ、新しき世界が訪れた暁には安らぎを与えよう。私は花びらを取って、そして笑みをこぼした。今回は私の勝ちだ。この数年間、陽の鏡のかけらは各地に運ばれていた。おかげで審判の対象であるうつつよの罪を映し出すことができる。そして陰の鏡は高天ヶ原の斬新状を再現してくれる。あの時と同じように、中央の巨大な天秤の審判者の席は開けてある。スサノオとの賭けの結果が明らかになる時が来た。私はゆっくりと審判者の席へと向かう。皆のために素晴らしい見せ物を用意したのだ。最後まで見届けぬわけにはいかないだろう。掟を破った私がお前たちの掟で遊んでやろう。六道の門は間もなく開かれる。悪人を閉じ込めている門の向こうから慟哭が聞こえた。広大な斬新状と罪を図る天秤は七悪人の集結を待っている。人、あやかし、神、雲の上にある金色の空を眺めながら最後の言葉を紡いだ。そしてアマテラス、これが私による高天ヶ原への審判だ。